よし、それでは始めていきましょうか。さて、前回デカニャンやっつけた後からです。なんかイベント起こるんでしょうかね。帰るん？ついに集まったダニー。帰るダニー。帰るか。どずら。いざ法事使うとなるとか、ニャンちゃんちょっと寂しいやつ。わかりますとも、心苦しいのですね。必要であれば私も一緒にそちらの世界へ。それはやだな。体に気をつけるのだ。リュウ君だ、久しぶりや。ノガッパも久しぶりやな。俺っちあっちでも優しくて強い男になるにゃん。どこにいても友達だぜ。ずっともだ。で、公園の誓いしたもんな。分かってるにゃん。3人の誓いはええにゃん。結局、お主への借りを返すことができなんだ。ええよ、ええよ、もう喧嘩しねえからな。まんじゅうはつぶあんもこしあんも最高にゃん。いや、つぶあんの方がいいからね。うちのリスナーは全員つぶあんだったよな。分かってんな。じゃあみんな、俺ちたち、行くにゃん。コマさん、ウサピョン。どうやって祈るか覚えてるだに。え、知らない。いでよ、神様。みたちの願い、叶えたまえ。完全もうドラゴンブルやで。やばい。どうなる？お？なんか降ってきた、これ。誰お前。ご利益がなさそうな神様にゃ。え、これ神様？神様じゃないけどね。何こいつ。僕の名はソルカ。ソルカさん。はあ。宝珠をもらいに来た。うわ、ちょっとやめなさい。ソルカ。はあ。こいつラスボスくせえな。え、宝珠取られた、マジで。やばい、ウィスパー顔に埋まってる埋まってる。ね、こいつ似たような出てきたで、これ。俺様はノルカ様だ。あ、乗るか、ソルカ。乗るか、ソルカ。そういうやつで、今なんか現実世界に影響出てるの、こいつらのせいってこと？やばい、どうしよう、これ。やっぱり邪魔されると思った。めんどくせえ、お前ら仲間じゃねえのかよ。え、これから今、本当の三国志が始まるの？顔すごいことなってんで、ね。はぁ、あ。え、10個あんの？全ての宝珠をかけて勝負だ。かっこいい、いいよ。決戦にふさわしい舞台は用意した。ふさぴょん顔が。面倒なやつ。付き合ってやるか。さあ、これから本当始まるんだね。宝珠10個ある？はあ。バイバイ。ね、風の妖怪こいつら。どういうことにゃ。え？いや。え、他のみんなどこ行ったん？さっきまでいたのにいっぱい。ノガッパとか。ねえ。え、何？なんか降ってきたね。ちょっと待てよ。大丈夫かよこの展開。ドンキーコングみたいに驚くんじゃねえよ、ウィスパー。うわ、すげえ。金ピカのなんか降ってきたで、これ。どうしようこれ。浮いてんのか、大丈夫？建物壊れんで、あれ。はぁもんげー。空に島が浮かんでるにゃん。なんでマリやねえか。怖いなこいつら。まだおんのかお前。見るなに、あいつら戻ってきたなに。ポカーンとしてるね。無理ないか。説明してやるっしょ。何かよく聞いてけよ。この妖怪三国志は、エンマ大王が作り出した本。エンマ、あのおっさんか。ねえ、おっさんやったっけ。ねえ、強大な力を持ちすぎた僕ら兄弟を封じ込めるためにね。自力で出たいと思ったんだけど、エンマの本は創刊さんにはいけなかったよ。ねえ。長い時間経ったせいか、最近封印の力弱まってんだよね。その証拠に俺たちの容器、本の外出たっしょ。ねえ、乗るか、それか。この本に僕らを抑え続ける力はない。そんな今なら宝珠集めて祈れば出られるかと思ってね。あ、ね。やばい。
何度か1個集めたんだけど、誰かさんに邪魔されてに？イカかもね。あ、知ってるよ、イカかもね。うん。あいつ？あははドンドロリージの時も？宝珠奪われたって。ジワナ、リュービー。え、俺のせい？君たちが集めるのを待って奪おうと思ってたんだよ。さあ、乗るかするかの大勝負。まあ、一か八かのバトルだね、ほんと。やるしかねえよな。この勝負、受けてもらう。なんでだよ。受けなくないよ。もう帰ろうよ、このまま。さあ、宝珠もらうっしょ。ねえ、このラインスタンプみたいなやつは。はぁ。へい、ということで、これで、このショー終了って感じになるのかな、これって。始まってしまった第6章、乗るかそるかの大勝負、やっていきたいと思います。まあ、各地にビッグボスが出現し暴れているようです。各ビッグボス、乗るか軍が桜住宅街と段々坂を攻めており、そるか軍がお塚横丁と桜中央シティ砲撃中。やめてやめてやめて、最後の最後に国を見捨てるわけにいかないんやん。自分にはニュービー、うん、英雄た戦うにゃん。うん、頑張るにゃん。さあ、もう一回頑張るにゃん。行くぜみんな、力貸してくれよ。ウソピョン、どうしたお前。おい、コマさん、どうしたお前。元気ないぞ。テンション下がったんぞ。え、もう戦い始まってるにゃんよ。ジバニャン、ルービー、今度の相手は厳しすぎるだに。え、なんでテンション下がったんのお前。俺もおっかねえずら、勇気出ないずら。どうしたんやお前ら。ミーたちはこの世界の妖怪じゃないだに。ジバニャン、リュービーはどうしてそこまで頑張れるだに。確かに最初は俺っちもどうでもいいと思ったにゃん。ちょ、なんかシリアスな展開始まったね。あの時は元の世界に戻ることで頭がいっぱいだったからにゃん。でもこの世界の武将妖怪にいっぱいあっていっぱい助けられて、俺っちこの国のみんなのこと大好きになったにゃん。あね、そしてこの国の英雄になりたいと本気で思ったにゃん。俺たちが倒れちまったら、もう元の世界に帰れない。ケイタに会えないずらよ。ケイタくん、今、ここで名前出てくんのか。忘れてたわ。でもきっと、ケイタも、俺ちと同じことするはずにゃん。ケイタはパッと見普通だけど、優しくて強い心持ってるにゃん。な、主人公の器やねんね、あいつも。俺と一緒やな。ふぅ、わかってたに！戦うだに、オッケー。諦めず前に進む。道は開けれたに。な、そうやな。いっぱいやるずら。オッケーオッケー。すげえな。ジバにはみんなのやる気取り戻したぞ。コマジロウもきっと。いっちゃもんげーって。喜んでくれるずら。行くぜ、みんな。頑張るぞい。さあ、コマジロウ尊厳が縄張りをもらった。やったー！さあ、縄張り全部もらいました。それによって。ステータスがかなり底上げされることでしょう、これ。影村委員、全武器見ノルカアップ。さあ、フラワーロードも入手です。やった。お金アップ。あ、嬉しいな、これ。さあ、アンノン団地もゲットしました。イェイ。全部アップ豪傑。さあ、3つもらいましたね。さあ、空に浮かぶ大変な奴ら。わー、で、クエストが大量に出てきたんだ、これで。ねえ、こういったところで、大変やな、これ。こいつら、あー、だるいな。とりあえず、全員移動させましょう。さあ、とりあえず、空いてる施設にね、強そうな人たちを全員ね、集結させました。集まったよね、みんな。大丈夫これ。大丈夫かな。とりあえず、なんとか集まってくれたみたいですね。オッケー。それでは、とりあえず、ストーリークエスト、早速受けていきましょうか。ここ何おんの？わー、いろんなとこで、ねえ、クエスト発生してたな。もうとりあえず、ここから受けるみんな。さっきあった、小日向駅から、ね、見てみましょうか。クエスト。ストーリークエストだね。イカかもね？4200が、ちょっときついけど、行ってみましょうか。
さあこれは六葉将軍でね全部いきたいと思います。ドンドロ入れてーけどなー、まあ、このメンツでいこうか。いくぜみんな、勝つぞ。最強のパーティーだこれが。いやでもちょっと待てよ、待て、ジョローグも炎症がちょっと弱いな。今だったら入れ替えるか、ちょっと。ブリー隊長官、ウサピョン。どうしようかな。ドンドロでもいいけど、名前、戦闘力順ってないんかな、これ。なさそう。あった、戦力順。ブリー隊長官入れとくか。いや、なんだかんだで強えんだよな、ブリー隊長官。よし。さあ、改めてこれで最強のね、六葉妖怪ができてしまいました。かなり戦闘力アップでござんす。それでは改めていきましょう。スタート。じゃなんだかんだ強えからな、ブリー隊長のパンチ。あのパンチ殴られたらもう100食らうから。あと命取りが半端ねえ。うえ、顔キモ。うえ、第二期だよねかこれ。さあバトル始めていきたいと思います。ブリー隊長カウ、ブリー隊長前へ行くぞ。もう攻めろ攻めろ。じゃあジバ流も行くぜ、前行くぜ。S リュービーもう攻めるぞ、もう攻めるぞ。妖術行くぞ、ほら焼け。強いマジで強い。みんなお、これは S ランクもっかい行動できまーす。命取り強すぎやろお前。さあこれで吸収しちゃいましょう。死神の術、うまい。もう一回行動とかあるんだ、初めてだね今の。さあ死神緑絶対避けるマン、いいぞ。さあこっちのメンツの方が攻撃力っていうかステータス的には高いですよ、完全にね。行動できる回数が半端ない。多分敵が遅いだけなんでしょうね、本当遅いんでしょうね。さあ妖術かましましょう、イカズチ。えい。さあイカカマでようやく行動です。イカカカカ、何してくんの。わあうざい。うわー、ちょいちょい食らうな。まあまあ問題ない威力ですね。これはスイッチ押しちゃうか。ちょっと待ってね、一回ダメージ見てみましょう。ジバニャンリュービーの攻撃力60ですね。60、一回これやってみるか。仕掛け、ほら、お、176、強い。あ、これこっちやった方が良くない。あ、でも待てよ、爆弾的に考えて、いやー多分ダメだな。殴ろうこっちは。よし、うらうら、いいぞ。さあ出てきたエース、命取りパンチ104、すえー。いや99しか入らなかったさあいかがなものかと。やめて、痛い。くっそ、ジバニャンがすげえダメージ食らってる。さあ妖術当てていきましょう。嵐。さあそろそろ怒っちゃうかな、大丈夫。さあ妖術水流。さあおこだよ、いかーかっかっか。さあ負けへんようにいくぜ、とりあえず殴るぜパンチ、えい。さあ敵そろそろ必殺技使っていくんぞ。違う、まだ必殺技じゃない、トリプルゲソドリル。痛い結構食らったぞ。よし、これはどういう効果や。これまっすぐ行く大砲やから、そこがダメージ。あかんな。じゃあこっち、ここで殴ろう。えい！お、いいね、クリティカル。さあ、ちょっと怖いな、敵が。どういう行動を取ってくるか。いや、ちょっと待って、待って。ここや。敵に行動させるな。うい！クソうざい。さあ、命取りよう。殴れ！よかれた、クソ！やばい。さあ、何してくる？わ、動いてくれた。さあイカカモネが力を貯め始めた。わー、えげつない行動範囲やなこれ。よし、とりあえず1しか入らん、20か。もう殴っといていいやろこれは。こづいときましょう。さあブリー隊長もね、ちょっと下がって行動しましょう。1しか入らん、結局1やからな、殴っとこう。よし、さあ君も移動や。妖術使う意味もないやろ、めくっとこう。外れ。あ、これ命取り食らうか。あ、大丈夫やなこれは。うー、どこ空いてる、空いてる場所。次、あの大砲使いたいから、ジバエスはとりあえずここで待機。お、
いいの引いたね、1ポイント回復。ダメージめっちゃ食らってたからね、助かる。あ、全員回復や、今の。あっつ。強すぎやろ。チーズ、攻撃。えい。さあ、これで必殺。これで最後かもねー、ほーん。さあ、食らわん、ザコメ。いいぞー。パンチ。うわ、140入った。やば。うらタコ殴りじゃん、もうこんな。あ、逮捕使える、これ。いけ嵐、大砲で終わりじゃ。あ、ちょ、地味に入った。大砲がすげえ地味やった。まあ、でも地味にね、イカカモネ、討伐完了です。やったぜ。大したことねえじゃん、イカカモネ。お前、ほんとにそれラスボスかよ。さあ、でも、今まで出てきたビッグボスかと思えば、新しく見る、ね、ビッグボスばかりですね、これは。はあ。さあ、とりあえず次回もね、どんどんいろんなビッグボス倒していきましょう。ね、乗るかそるか、頑張ってやっつけるぞい。おつぽよ。